横浜 YouTuber の朝日です。本日は横浜にあるタワーマンションの階数からタワーマンションランキングやっていきたいと思います。皆さん、タワーマンションって何階建てから言うかご存知でしょうか？タワーマンションには実は法的な定義はないんですが、実際は高さが約60メートル超え、階数にしておよそ20階建て以上のマンションがタワーマンションと呼ばれることが多いらしいです。ということで早速横浜のランキング見ていきましょう。同率10位、32階建てニューシティ東戸塚ル・パルクシエル、パークタワー東戸塚、ニューシティ東戸塚 B タワー、こちらはそれぞれ戸塚に勝っているでおなじみの東戸塚にあるタワーマンです。これらは地上32階、総戸数335戸のタワーマンションです。上の階になってくると気圧差により炊飯器でお米が炊けなそうですね。東戸塚駅前はショッピングセンターや生活に便利な施設が充実していますよね。住宅連が一帯で開発されたニューシティ東戸塚ルパルクシエルの中心となるエリアで、子供を遊ばせられるキッズルームやお客様に宿泊していただけるゲストルームのほか、マルチルームやテディハウスなどの共用設備が充実しているのが特徴です。参考価格はこちらに載せておきます。このように2000万3000万ぐらいから1億8000、1億4000、1億5000万ぐらいの値段になっていますね。東戸塚もかなり住みやすい場所だと思うので、ここのタワマンに住んでる人は羨ましいですね。同率8位、33階建てポートサイドロア神岡タワーザレジスタンス。ポートサイドロアは横浜駅東口から徒歩10分のところにあります。海を感じ芸術を楽しむ街、ポートサイドの先駆け的なタワーマンションです。敷地内は緑が多く広々とした中庭、共用施設にはトレーニングルーム、ゲストルームがあります。優雅。また敷地内にはコンビニや郵便局など便利な施設があるので、ちょっとしたお買い物に便利な施設が揃っています。ここの郵便局たまーに行くんですけど、利用する方々お金持ちそうなマダムたちが多いんですよね。お金ください。こちらのポートサイドロアの参考相場価格は3000万から7000万円です。続いて同率8位の神岡タワーザレジスタンスは神岡のランドマークで圧倒的な存在感ですね。神岡駅まではペデストリアンデッキで直結し、地下1階部も市営地下鉄ブルーライン神岡駅に直結しています。駅に直結してるの便利すぎる。7階には共用施設が集まり、プライベートガーデンを眺めながらリラックスできるラウンジスペース、コンシェルジュデスク、ゲストルーム、サウンドルーム、キッズルームなどの施設が揃います。また27階部にはスカイラウンジがあり、横浜のみなとみらいや富士山の眺めを満喫できるくつろぎのスペースになっています。最高。誰か買ってくれ。こちらの参考相場価格は3000万から2億円です。ぜひ買ってみてください。第7位、34階建てパークタワー横浜ポートサイド。印象的な色使いとモダンなフォルムのパークタワー横浜ポートサイド、パズルのような斬新な外観が特徴的なタワーマンションです。地震の際の揺れを軽減する免震構造を採用しているそうです。タワーマンは地震の時しなりにしなってぐにゃんぐにゃん揺れそうなので、免震構造があるのはいいかもしれないですね。免震構造がなかったら上の階の部屋こんにゃくぐらいも揺れそう。こちらは横浜の街並みを一望できるスカイラウンジや、お客様をもてなすゲストルーム、パーティーも開ける多目的ルームなど充実した共有施設が魅力です。こちらの参考価格は5000万円から2億8000万円です。ぜひ買ってみてください。第6位、36階建てパークタワー横浜ステーションプレミア。横浜駅前でその高さを誇るパークタワー横浜ステーションプレミアですが、港未来まで徒歩圏内で行けちゃうのも魅力的。上層階にはビューラウンジやパーティーダイニング、ライブラリーなどの共用施設が整っており、理想吹き抜けのラウンジからは横浜の街と港の風景を一望できます。ここに住んでる人はスタンフォード卒の夫がいそうですね。さらにここは1階から6階まではスーパーや公共施設、保育施設などがある商業施設になっており、最高に便利そう。参考相場価格は5900万円から3億2000万円です。早くタワーマンの価格が大暴落してほしいですね。同率4位、36階建てコットンハーバータワーズマリナゲートタワー。コットンハーバータワーズは植栽された様々な木々で緑豊かな環境がいいですよね。共用施設の集まるハーフムーンにはコンシェルジュカウンター、キッズスペース、カフェなどがあり、くつろぎのスペースとなっております。他にもミュージックスタジオやフィットネススタジオ、ゲストルーム、パーティールーム、2層吹き抜けのラウンジ、ビームスがプロデュースしたスカイスイートなど充実の共有施設で、潤いのあるウォーターフロントライフを満喫できる施設が揃っています。タワマン内って本当に階数マウントとかあるんですかね。エレベーター乗るときに私最上階ですみたいなドヤ顔でエレベーターのボタンを押す人いそう。こちらの参考相場価格は3700万円から1億円となっております。同率4位のマリナゲートタワーは免震・制震構
造を採用し、地震による地盤の揺れが直接建物に伝わりにくくなっています。キッズルーム、集会室、キッチンスタジアム、 AV ルーム、ゲストルーム、スカイラウンジなどの共用施設が完備されているので、充実した生活が送れそうです。 AV ルームはエッチなルームじゃありません。参考相場価格は4500万円から1億1000万円です。3位、41階建てナビュール横浜タワーレジデンス。ナビュール横浜タワーレジデンスは海が目の前なのでロケーションが最高です。24時間のコンシェルジュサービスをはじめ、タワーならではの眺望を満喫できるビューラウンジ、パーティールームにコミュニティルーム、スパ、ゲストルームなど多彩な共用施設も魅力です。ダンススタジオやフィットネスルームもあり、ブレイクオーダーに繋がっているので最強ですね。僕ここには入ったことあるんですけど、マジでいい場所すぎてもう一生出ずに居座ろうかなと思いました。こちらの参考相場価格は4700万円から4億5000万円です。第2位、42階建てザ横浜タワーズ。横浜駅と隣接して横浜ポートサイド地区にそびえ立つザ横浜タワーズ。地上42階、高さ約141メートルの横浜ポートサイドエリアを代表するタワーマンションです。60メートル級の巨人もびっくりする高さ。敷地内には港の広場や屋上庭園など緑豊かなゆとりのあるランドスケープ。共用施設には港の風景を一望できるスカイラウンジやゲストルーム、ライブラリー、キッズルーム、シアタールーム、クラフトルームなどビッグコミュニティならではの様々な施設が充実しております。その他、各階に24時間ゴミ出し可能なダストステーション、宅配ボックスなどの設備も整っており、暮らしの利便性を高める設備が整っています。いつでもゴミ出せるとかめちゃくちゃ便利だよね。こちらの参考相場価格は800万円から2億7000万円ということになってるんですけども、これ800万円って本当かな。めちゃくちゃ安く感じちゃうよね。なんでこんなに安いんだろうと思ったんですけど、激狭部屋とかがもしかしたらあるのかな。ということで最後になります。第1位、58階建てザ・タワー横浜北中です。地上58階建て、全1176戸、馬車道駅徒歩1分の大規模タワーレジデンスです。動画でも何回か紹介していますね。ここは高層階すぎて酸素が足りなそうですね。ワンチャン高山病かかる。もはやかりんとう。間取りは 1LDK から 3LDK と、シングルからファミリーまで幅広い世代で使えそうです。共用部にはコンシェルジュサービスをはじめ、ゲストルームやパーティールーム、フィットネスルーム、スタディールーム、マルチアトリエなど大規模マンションならではの設備が充実しています。またビューラウンジやスカイテラス、ハーバーテラスなど眺望が楽しめる施設が用意されています。とにかく景色もいいので一度でいいから住んでみたいです。ここに住む目標で生きていきたいですね。参考相場価格は6900万円から13億8000万円と最高値でした。13億で買った人とかいるのかな。やばすぎるよね。ということでいかがだったでしょうか。皆さんは欲しいマンションはありましたかね。欲しいと言ってもそんな簡単には買えないんですけども、僕はね、タワマン一生住みたいかって言われたらそうではなくて、まあ一回は住んでみたいなと思うんですけどね。やっぱトレーニングジムとかがあるのが羨ましいですね。僕は一生住むことないと思うんですけども、一回住んでみたいんでね、それをモチベーションに頑張っていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。